ケネス・ペレスは、デンマーク・コペンハーゲン出身の元プロサッカー選手、現サッカー指導者。元デンマーク代表。ポジションは FW。ケネット・ペレスと表記されることもある。ユーティリティプレイヤーである。2006年7月1日、アヤックス・アムステルダムに移籍した。途中出場が多かったが27試合に出場して12得点を上げた。2007年夏。 ロナルド・クーマン監督に熱望されて、ライバルの PSV、アイント・ホーフェンに移籍した。しかし2007年10月に、クーマン監督が、バレンシア CF 監督に転身すると出場機会が大きく減り、冬の移籍期間に、アヤックスに復帰した。しかしシーズン終了後にマルコ・ファン・バステン監督に、戦力外通告を受け、リザーブチームでプレーする羽目になったため、 オランダサッカー協会に対して調停を申し込んだ。ところが、アヤックスの主張が受け入れられたため、f c トーエンテに移籍した。f c トーエンテでは、中盤の真ん中のポジションで6得点9アシストし、35年ぶりとなる2獲得に貢献した。2009年5月3日の A.G. アルクマール戦で、FK を決め、エールディビジ通算0 0得点を達成した。 A.G. アルクマール所属時に51得点を挙げたほか、アヤックスアムステルダムなど5クラブを渡り歩いて、達成した。外国人選手としては10人目の100得点達成で、あり、当シーズンは、ブレイズヌクホと呼んだアルトマソンが達成している。2011年7月、アヤックスアカデミーのコーチに就任。2013から14年シーズン後に退団した。母親は、 ラスパルマス・デグラン、カナリア出身であり、ペレス本人もスペイン国籍を取得している。1997年に MVV マーストリヒトに移籍して、以降、生活の拠点をオランダに移しており、引退後も母国のデンマークには戻らず、オランダで生活している。ありがとうございます。